由利本荘市にある国立病院機構秋田病院。この日、バイオリニストの後藤みどりさんと3人の若手演奏家がやってきました。後藤さんは10歳で渡米し、11歳でニューヨークフィルとの共演でデビューしました。精力的な演奏活動の傍ら、20歳で NPO 法人ミュージックシェアリングを設立し、多くの人に本物の音楽を届ける活動を続けています。 後藤さんは毎年6月に全国各地の小学校や病院、高齢者施設などを訪問しています。今回一緒に活動しているのは、スペインの音楽学校に通いながら世界で活躍する若手演奏家たち。オーディションで選ばれた3人は、後藤さんのもとで音楽を通した社会貢献活動を学んでいます。チェロの一番低い音って何ですかね。バイオリンというのは一番高い音がどうなのかな、速さ。こんなにバイオリンって高い音が出せます。このように皆さんに演奏を聴いていただいて、とても、素敵な時間を共有できていると思います。この音楽を受けてくださる方たち一人一人がご自分なりの、受け方で聴いてくださったり反応してくださったりしたらいいなと思います。この日はハイドンの弦楽四重奏曲など5曲を披露。豊かで優しい音色が院内に響き渡りました。感動しました。ビオラはいいと思いました。生演奏私もあまり聞いたことがないんですけど、すごく心に響いて癒しの時間になりました。患者さんもとても喜んでいたと思うので、 またぜひの機会がありましたら来ていただきたいなと思っています。表情が豊かになるといいますか、笑顔があったり、普段と違う表情を見ることができて大変良かったと思います。気持ちが前向きになるんじゃないかなというふうに思ってますね。私も前向きになりました。後藤さんたちはこの後各病室を訪れて、ホールへの移動が難しい患者さんのもとにも美しい音楽を届けました。